おー、あなせー、あー、うっ、レオ、なりゃい貴様ら。礼を言うのが先じゃないか。カッポー、サイファーポールゼロ。確かに今止めたことでいくつかの国は救われた。天竜人に逆らうな。子供でも知っとるぞ。サイファーポールとは世界政府直属の秘密機関である。中でもイージスゼロはその最上級機関であり、絶大なる権力を持っていた。そしてこの男、ロブルッチ並びに核はサイファーポールの一機関 CP9 に所属していた頃、麦わらの一味と因縁がある。サイ天竜人はこの世界を創造した神。ここにいるのはいわば下界の王たち。神が欲するものは全て差し出すのは必然。そうだい、バカ者ども。そんな勝手な言い分、理屈が通らない。神が通す必要はない。ジャン様。おと姫よ、そなたが夢見た人間と共に生きる世界は、太陽のもとは白星を返しなさい、友達なの。待て、アラバスタの王女、ネプチューン王、ぶぶかうか、殺せ、サイファーポールゼロ。はい、どけ、妖精大騎士ネプチューン、早まるな。バゲ。誰だ、天竜人を殴った。お、俺は関係ねえぞ、関わってねえ、タバメ。申し訳ない。